ね「はいこんばんは R です」って言われてもね「誰やお前」って話ですからね適当になんか検索なりなんなりでここのページに引っかかってしまってなんとなく再生ボタンを押したらなんか急になんか「こんばんは R ですお前誰やねん!」っていう話になってしまいますけれども、えー、ぜひ今後とも長いお付き合いをよろしくお願いいたします。さあ前回からだ前回が第1回だったんですけれども 前回の再生回数が79回とえ、実に最先のいいスタートを切ってしまいましてうーん、79回か1回はね僕なんであとお聞きくださいました78人の皆様ぜひ末長いお付き合いの方よろしくお願いします本当にありがとうございます今後よろしくお願いしますでは今回もゆっくりやってまいりましょうよろしくお願いします さ本日の題材はですね、えー、3月5日、まあ、日本時間ですと3月,6日,です、ね、3月の6日にスペインのマドリードサンチャゴ・ベルナベルで開催されました 1819UEFA チャンピオンズリーグセカンドレグレアル・マドリード対アヤックスの一戦です、えー、先に結果から言いますと、えー、ファーストレグオランダ・アムステルダムで行われましたファーストレグは2対1でレアル・マドリードが勝利したんですが、えー、このセカンドレグではアヤックスが4対1で勝利 え2戦合計スコア5対3でアヤックスがベスト8にコマを進めてレアルマドリード4連覇の夢はこれで断たれたという結果になりましたまあ、担当直入にびっくりしましたねコパデルレイえー、リーグ戦とクラシコが中2日3日で続いていた流れからのアヤックス戦でしたのでまあ、クラシコ2連戦の内容や疲労度からも考えてまあ、アヤックスが今チームとして充実期にもあるので アヤックスがレアルに逆転するっていうシチュエーションまでは多分ちょっと予想してたい方も多いんじゃないかと思うんですけれども4対1まで行くとは朝っぱらからねこかどえらいもん見せてくれたなっていう感じでまあ今日なんですけれどもまあレアルアヤックスの試合のマッチレビューというよりは。 最近のレアルに今シーズンのレアルについてちょっと話していこうかなと思っていますもうマッチレビューって何ぞやっていう感じの話になってきますけど今日はそういういいいいテーマでやっていきたいと思います、まあ、今シーズンのレアルを語る上でやっぱり避けては通れないのが、えー、昨シーズンまで監督を務めていたジネディーヌ・ジデアン監督の退任であとは絶対的エースクリスティアーノ・ロナウドの退団やっぱりこの2つは結局今年のレアルを語る上では避けて通れない要素なのかなと思っています。 まず単純に戦力面ですよね。クリスティアノ・ロナウドっていう絶対的な得点源がいなくなったでこれまでのレアルでしたらすごい補強で穴埋めとかをしようとしたんでしょうけれどもまあ獲得したのはどちらかといえば先行投資型の補強だった。結果的にねビンシウス・ジュニオールなんかは今年ブレイクっていうような形になってるのでそれ自体が全て外れたわけじゃないんですけれどもやっぱりさすがにクリスティアノ・ロナウドの穴を埋めるって って思うとやっぱりちょっと不足だったっていうのがまず一点ですよね例えばバルセロナとかだったらまあ、ネイマールが退団した時にデンベレだとかコーチーノだとかを大金をかたいて買って穴埋めしたわけですからそれを考えると今年のレアルの補強はちょっと中途半端だったかなっていうのが正直な感想ですねあとはやっぱり監督ですよねやっぱりレアルの監督に求められているの 特集だと思うんですよ求められている要素というものが例えばどれだけ戦術家であってもレアルって結局、まあ、良くも悪くもエゴが強い選手っていうのがいっぱい揃ってるんで監督に必要なものは戦術名よりカリスマ性だったりすするわけですよねだからレアルがうまくいっていたシーズンっていうのは例えば、まあ、第1次銀河系軍団の時のビセンテ・デルボス系だったり最近だったらカルロ・アンチェロッティ 女性もモーリンオ、えー、で近年のジダンだったりっていう監督にカリスマ性がある時なんですよ。で、モーリンオ体制でも最後は崩壊みたいな形になっちゃってましたから、やっぱりレアルの監督を務めるにはちょっと条件が特殊なんですよね。逆に言えば戦術面であんまり大したことなくてもある程度のカリスマ性が持ってればそれはレアルにふさわしい監督だと思うんですよ。その点ではジダンっていうのはレアルに。 100%向いた監督だったのかなっていうのがまあ、感想感想っていうか今シーズンのレアルを見て改めて思うことですよねやっぱりロペテギ監督ってすごい優秀な監督ではあると思うんですよただやっぱりレアルを率いるっていう上ではちょっとパーソナリティの部分が欠けていたのかなとは思わざるを得ないですよねだから多分監督の件とまあクリスティアノロナウドの件の どっちかが1シーズンずつ来てたらもしかしたら今ほどの状態にはなってなかったのかもしれないですけどこれが同時に来たっていうのがちょっと今年のレアルはまずかったんじゃないかなって思いますね。まあ、ベンゼマの得点数が増えたとか必ずしもマイナスなことばっかりじゃないんですけれども全体としてはやっぱりマイナスになるべくしてなったっていう1年だと思いますね。 まあレアルとしては対談したクリロナのポジションに、まあ、ギャレス・ベイルを多分当てはめたかったんでしょうけど、まあ、ベイルがレアルで勝負強さは見せてますけど、まあ、クリスティアノ・ロナウドのような動的な存在感を見せるには至っていないで本人も怪我がちでまず稼働率が低かったりするので、まあ、一部報道では全然チームに馴染めてないみたいな報道も出たりしてるんでやっぱり。 ベイルにそこまで背負わすことも無理があったのかなとだから批判されてるソラーリー監督はやっぱり酷なポジションにいますよね今ね今、まあ、ソラーリーの采配も采配でどうなんだろうって思うところはあったりしますけれども何せよ アヤクス戦の終盤ですかね4対1で負けてる場面でアヤックスのディフェンダーが、まあ、ボールロストして、まあ、それを拾ったレアルが、まあ、決定機を迎えたわけですけども、まあ、モドリッチがボールを持って中に折り返そうとしたらベンゼマが転んで,でドフリーのベイルも外したみたいなシーンはなんか今のレアルをちょっと象徴してるようなシーンだったかなって。 まあ見てて率直に感じましたねやっぱりでもそうなってくると気になるのは来年じゃあどうするのかと、まあ、今シーズンはこれでまあコ,コパ・デル・レイもなくなりましたチャンピオンズリーグもなくなりました、まあ、リーグ戦もほとんどないでしょうなってくると来年大型補強に出るのかそしてそもそもまあソラーリーは多分今シーズン限りでしょうから来年誰が監督としてくるのか難しいですよねどうなるんですかね。まあ、何せよ 来年ののレアルがどううなるかっていうのは、成功するにしても失敗するにしてもちょっと楽しみ興味深い楽しみっていうとちょっとなんか意味が変わってきますけどなんかちょっと気になりますよねレアルファンじゃなくてもはい、まあ、今回第2回はまあサクッと行こうということでこんな感じです。 さあ第2回も終了いたしましたさっきねギター弾いてたときに親指の皮みたいなところをなんかぐしゃってやっちゃってまあまあの血が出ましてずっとなんか止血しながらしゃべってたんですよこの今回ティッシュでぐるぐる巻きにしてまあそれにしては頑張ったんじゃないかなと思っています、えー、本日もお付き合いありがとうございました、えー、第3回、えー、やることになりましたら、えー、その際も、えー、ぜひお付き合いいただきますようお願いいたしますまたね <music>